神奈川新聞からロコニュースをお伝えします高校野球の第103回全国選手権大会は21日、兵庫県西宮市の甲子園球場で、2回戦4試合が行われ、神奈川代表の横浜は0対5で智弁学園に敗れて、ベスト16進出を逃しました。 横浜は4回に3点を先制される苦しい展開。打線も中盤以降、得点権に走者を進めながら無得点に終わりました。戦争体験の新しい伝承の手法を探るためのワークショップが21日、横浜市金沢区の関東学院大学で開かれました。 神奈川新聞を含む全国の地方紙と NHK などが連携したキャンペーン企画、あちこちのすずさんの一環です地域の戦争史を学生が調べ、デジタルマップで成果を可視化しながら共感を広げる手法を考えました子どもたちの飛行防止に取り組む平塚署少年歩道院連絡会がオンラインゲームと正しく向き合うための啓発動画を作成しました。 新型コロナウイルスの感染拡大で自宅でゲームを楽しむ子どもが増加、平塚市内でも多額の課金や子どもを狙う犯罪につながる恐れがあるケースが報告されており、注意喚起するのが狙いです。<noise>